はい、どうもこんにちは、キンクロスワールドチャンネルです。マサです、よろしくお願いします。前回、こちらの動画出させていただいたんですけども、まあ、再生数が結構ちょっと最近になっていろいろ伸びていて、僕のインスタグラムアカウントの方だったりとか、まあ、コメント欄も見ていただければわかるんですけども、まあ、これって本物ですかだったりとか、そういうちょっと問い合わせがかなり増えてきておりまして、まあ、ほぼ毎日こちら本物でしょうか、見ていただけないでしょうかっていう DM たくさんいただいておりますので、ちょっと続編というかもうワンポイントご紹介させていただければなと思います。まあ、あくまで僕が個人的に判断させていただいているものに関して、ちょっとご紹介させていただいております。前回の動画でご紹介させていただいた内容はちょっとそのまま割愛させていただきますので、こちらの動画の方に行って見ていただければと思います。ではちょっと早速なんですけども、ご紹介させていただきたいと思います。今手元にあるものなんですけども、まあ、こちらブラック18年発売されたものですね。でこちらのイエローも18年なんですけども、18年の後半に発売されたものと、よいしょよいしょ、こちら19年のタイプのもの、それぞれちょっと年代が違うのでロゴが違ったりとかするんですけども、まあ、形的には大体一緒です。最近見るなっていうコピー品をちょっと紹介させていただきたいと思います。まず前回の動画でお話ししたんですけども、こちらの新しいタイプのロゴとこちらの古いタイプのロゴ、こちらの古いタイプのロゴでコピー品が結構多かったんですけども、最近になってこちらのタイプのロゴにすごくそっくりなコピー品がたくさん出ております。まあ、前回僕の動画見ていただいた方はこちらのロゴしっかりしてればまあ本物なんじゃないのかなと思っていただいているかもしれないんですけども、かなりコピー品進化しておりましたので、そちらの注意点をまずご紹介したいと思います。まずなんですが、こちらの新しいタイプのロゴに変わっているコピー品結構見ます。こちらのタイプのロゴどうやって見分けるかというと、しっかりと全体を見てください。こちらのロゴ、新型タイプのロゴですね。こちらのかかとにもロゴ入ってるんですけども、こちらのロゴも新型のロゴになっております。ただこことここが新しいロゴなのに、この裏のソールの部分だけ古いタイプのロゴっていうコピー品をよく見ます。新しいタイプのロゴっていうのは、こちらの C が縦長になっております。全体的にフォントもちょっと縦長にキュッとなっているんですけども、これ全部新しいロゴに統一されてないとおかしいですよね。それ一点。付属している箱が小さい。これも注意点ですね。本物のバレンシアガの箱はめちゃくちゃでかいです。こちらですね、めっちゃでかいです箱が。実際に靴を入れてみても全然余裕があるんですよ。これ今一番端に合わせてるんですけども、かなり余裕があります。2足入れても余裕があります。だいたいコピー品の箱っていうのは箱が靴に対してぴったり作られていたりとか、レシートも海外ブランド、ブティックブランドに関しましては基本的にそのお店のレシート領収書が発行されるはずなので、そちら注意してください。もっとも DM いただいたので多かったのが、まあ、こちらのロゴ、こちらのかかとのロゴ、ソールのロゴ、これの統一がされてないものがほとんどでした。ちょっとコピー品も進化していると思いますので、そちらの方良ければ判断材料にしていただきたいと思います。でやっぱりね、そのコピー品だったりとかも、まあ、値段がすごく安かったりとか、まあ、高くても偽物を売ろうとしてる方だったりとかって、まあ、いろんな考えの方がいらっしゃると思うんですけども、正直その辺歩いててもあんまり分かりません、正直。で安く買いたいんだったら、まあ、コピー品でもいいんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、コピー品の売買は犯罪になりますので、そちらはお気をつけください。僕のおすすめするのはやっぱり正規店で買うことをおすすめします。あとしっかりとブランド古着だったりとか、査定をしてちゃんとお店に商品を並べている方がいるようなお店で購入するのをおすすめいたします。あくまでやっぱり安い買い物ではないので、まあ、やっぱり値段抵抗があるかと思うんですけども、やっぱり偽物を履くっていうよりは本物を履いた方が僕はいいと思っておりますので、ぜひ前回の動画、あとこちらの動画
判断材料にしてみてください。で、よく言えばもし自分じゃわからないよっていう方がいらっしゃったら気軽に僕の方 DM いただければいいなと思います。ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。で、僕のインスタグラムだったりとか当店のキンクロスワールドのインスタグラム、よかったらフォローもよろしくお願いします。ではちょっと簡単になるんですけども、続編っていう形で動画出させていただきました。また次回の動画もよろしくお願いします。よければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね。